タブローで作るスムーズなドリルダウンの作成方法をご紹介したいと思います。こちら画面には今タブローのダッシュボードを表示しておりますけれども、カテゴリー別売上と利益です。棒グラフの長さが売上でカラーグラデーションが利益ですで。こちらカテゴリーをクリックしますとサブカテゴリーにドリルダウンする形になっていまして、家電をクリックしたので家電が残っています。さらに電話をクリックしますと、 家電に絞って電話機に絞って製品別の売上と利益という形になっております。で、もう一度クリックすると初期画面に戻ります。で、これをどのように実装しているのかというご紹介をですね、えー、させていただきたいなと思っております。えー、それでは画面切り替えますので、えー、皆様もよろしければ、えー、同じくですね、えーまあ、再現をしてみていただければと思います。<laughs> はい、えー。では画面を切り替えました。 先ほどの画面のパーツですね、を作成しておりまして、こちらタブローデスクトップをインストールするとサンプルスーパーストアついてきますので、サンプルデータを使ってます。カテゴリー別売上げ、サブカテゴリー別売上げと利益、製品別売上げと利益。この3シートを使うことによって実現をしております。はい。では、どのようにやるのかなんですけれども、まずですね、まあそもそも なぜ、こういったドリルダウンをしているのかというお話なんですが、作成方法をですね、している、しないといけないのかということなんですけれども、今、ここでは階層構造が作られています。で、ここをクリックすると、全展開されてしまうので、クリックした箇所だけですね、ドリルダウンしたいと。例えば、下の方に見たいものがあったときに、全部下に表示されてしまうので、それが不便だということになります。 それが通常のタブロンドリルダウンなんですけれども、クリックしたところだけうまくドリルダウンしたいということですね。でここでは結論から申し上げますと、えー、2つか3つ前のですね、バージョンにリリースされた動的ゾーン表示。英語名はダイナミックビジビリティゾーン。ダイナミックゾーンビジビリティですかね。はい。 というものがですね、出ておりまして、そちらとパラメータアクションを合わせて使っていくということになります。まずパラメータを作りまして、こちらですね、製品とかいうパラメータを作ります。で、文字列で、リストで、カテゴリー、サブカテゴリー、製品と、ドリルダウンしたい項目を用意しておきます。 ししましたで、ダッシュボードにまとめていきます。まあ、ダッシュボードを作りまして、まあ、ここのタイトルは変えませんけれども、まあ、不動でですね、で、水平コンテナをドラッグしまして、シフトキーを押しながら、シート1、シート2、シート3と全部入れていきます。はい。で、ここを このバーコードのようなですね、ラインをダブルクリックしますと全部選択できますので、これ外します。不動ですね。で、3つシートが並んでいると。でですね、こちら、何をするのかなんですけれども、このパラメータがカテゴリーのときにはこちら表示して、サブカテゴリーのときにはこのシートを表示して、 製品の時にはこちらのシートだけ表示するということができると、同一ダッシュボードなんですけれども、シートの差し替えがうまくできるということをですね、行います。で、このようなパラメータの値によって、表示するシートを入れ替えるというのが動的ゾーン表示というですね、最近リリースされた機能になります。で、えー、っとどうやっていくかなんですけれども、 まここはですね、少し計算フィールドを書かないといけないので、本当はもっとシンプルにやりたいんですが、この動的ゾーン表示というパラメーターの値によって、シート名の非表示表示をするためには、こういった計算式が求められます。アンダースコアでカテゴリーを表示。はい。そして、ここでは複製して、また複製します。 で、カテゴリー、サブカテゴリー、製品で作りたいので、えー、ここはサブカテゴリーです。で、ここ、サブとします。はい。サブカテゴリーの時だけ、表示したいと。で、ここを編集しまして、えー、次は、アンダースコは製品表示です。で、このパラメータの値はカテゴリー、サブカテゴリー、製品だったので、 これシングルコーテーションかダブルコーテーションどちらでもいいので、くくっていただいて、イコールでまとめると。はい。3つできました。で、そうするとですね、ここのレイアウトというところを見ると、値を使用して表示状態を制御すると。これがダイナミックビジビリティゾーンをですね、ゾーンビジビリティですね、使うところとなります。で、えっと、ここ判例をですね、ちょっといくつ 二つ三つ目の判例が出ていないので、まあ、全部出しておきます。判例ですね。はい。このように出しておきます。で、こ,こクリックして、こう、ここにチェック入れると、ここに先ほど入れたパラメータの値によって計算フィールドを作りましたけれども、その値が選択できまして、カテゴリー表示の時だけ、表示状態を制御すると。はい。で、 サブカテゴリーの時だけ表示状態を制御すると。これ消えましたよね。で、それはなぜかというと、これが製品だからです。これをサブカテゴリーにすると、サブカテゴリーだけ出ます。こっちが今制御してませんでした。はい。で、これがですね、えっと、ま、動的ビジビリティ、ゾーンビジビリティゾーンですね。はい。動的ゾーン表示になります。 私何度も間違えてしまってたんですが、ダイナミックゾーンビズビリティですね。はい。ちょっと逆でした。はい。えー、っと、で、今パラメータでここを動かしてますけれども、えー、それをですね、まあ、ここではなくて、こっちをクリックしたら変えるというふうにしたいです。はい。それをどのようにやるのかなんですけれども、パラメータアクションというものを使います。でパラメータアクションというのは、えー ここですね。上のタブのダッシュボードというところからアクションを使いまして、はい、このシート、このダッシュボードのためのフィルター、パラメータの変更です。ここのシートをクリックしたらパラメータを変更するということになります。でこのシート1というのがこのカテゴリー別売上と利益です。で、ターゲットパラメータは製品を変えたいです。 でカテゴリーをクリックしたら、サブカテゴリーのシート、サブカテゴリーにパラメータを渡してで、サブカテゴリーのシートに行きたいので、ここのソースフィールドというのが何の値を渡すのかなんですけれども、これカテゴリーにすると、クリックすると、これパラメータに家電を渡そうとするんですね。で下の棒グラフ、真ん中をクリックすると家具を渡そうとします。ですが、このソースフィールドは必ずサブカテゴリーを渡すようにしたいです。 それどのようにやればいいのかご紹介します。いくつか方法はあるんですけれども、簡単な方法は、ここダブルクリックしていただくと、アドホック計算という機能がありまして、ここにですね、文字列でサブカテゴリーとシングルコーテーションもしくはダブルクォーテーションで入れます。そうすると、詳細に入りまして、これどういうことかというと、マウスをカーソルをマウスオーバーするとですね、全部をグラフにサブカテゴリーっていう文字列が え、加わっているかなと思います。で、ツールヒントからは、これ不要なので、消します。ですが、裏側では、全棒グラフにサブカテゴリーという値が渡っているということになります。で、こちらを行った上で、ダッシュボードに行ってですね、アクションをクリックします。でパラメータ1開きます。で、ソースフィールドに、ここから指定ができるんですね。指定文字列でサブカテゴリー。で、選択です。 そうすると何が起きるのか。クリックするとサブカテゴリーに値が渡って、動的ゾーン表示でサブカテゴリーのシートになるという仕組みです。で、これサブカテゴリーの方は、次どこのシートに行きたいかというと、製品ですね。はい。で、これツールヒントから除外しておきましょう。不要な情報なので。はい。で、シート3は戻りたいですよね。 最初に戻りたいです。なので、これ、カテゴリーにします。はい。で、ツールヒントで、これ、カテゴリーを消しておきます。はい。で、えー、こちらですね。ダッシュボードで、アクションを追加します。今回、あの、ちょっと名称は、あの、時間の都合上、あの、ちゃんと、 つけないですけれども、わ、まあ、かりやすいものをつけていただくのがよろしいかなと思います。で、製品で、そうすると、おっとシート2で、製品の方に行くということで、製品の値を渡すと。で、選択したら渡します。はい。で、もう一つ加えるのは、製品のシート、シート3からパラメ、ターゲットパラメーターで、製品です。で、カテゴリーを渡します。 クリック選択したら渡します。はい。で、そうするとサブカテゴリークリックすると、製品が渡って製品のところに行くと。まあ、こう順にしておきましょう。はい。で、ちょっと完成品に戻ってみたいなと思うんですけれども、残りですね、えっと、やっていないのが、このラベルの表示の部分と、あとはクリックするとですね、ここの判例も変わるような仕組みになっていますので、そちらを実装します。 あとはもう一つですね、えっと、やり残したことあるんですが、まあ、それは、あの、まあ、今、作りかけのワークブックの方でご紹介します。で、今、戻ってきました。で、えー、ここまあ、私の場合はですね、えー、ここの製品名、ヘッダーの部分でクリックして、行のフィールドラベルを非表示にしているのと、あとは、まクリックすると戻って進んでしまうので、まあ、ここ、行のフィールドラベル、非表示、 えー、そして、えー、ここにですね、まあ、カテゴリーっていうものを加えていて、でカテゴリーでラベルの回転をして、まあ、ちょっと小さくしてます。で今日のフィールドラベル、非表示です。でまあ、空白も足せるみたいな形にし,しているんですね。まあ、特にこのラベルの回転は、あの、好みなので、不要な、あの、不要なあ、まあ、場合もあるかなと思いますが、まあ、このような形にしています。はい。でそうすると、こうクリックすると、 こう行って、こう行くと。あとはフィルターですね。フィルターはあのしないといけないですね。全部今表示されているので、ダッシュボードでアクション行って、そしてフィルターですね。これはまあシート1クリックしたらシート2をフィルターする。名前つけてないんですが、カテゴリーをクリックしたらサブカテゴリーです。で、選択。 えーまあ、選択したフィールドはカテゴリーで絞るので、選択したフィールドで追加しておきます。で、フィールド1。で、次はシート2をクリック。サブカテゴリーをクリックしたら製品をフィルターする。えー、選択したフィールドです。で、サブカテゴリーでフィルターします。えー、選択です。 で、えー、あとはいいですね。えっ、ー、と、製品クリックしたら戻るだけなので、まあ、戻ればいいということです。はい。じゃあ、これ製品、カテゴリー、事務用品だけクリックしてるので、事務用品だけ出ます。で、画材クリックすると、事務用品で画材が出ます。で、クリックすると、まあ、戻りますと。で、残りですね、えー、これ、まだできていないのが、ここのハイライトですね。ハイライトがどうしても残ってしまいます。これクリックして、クリックして、 で、クリックすると、ここ、あの、ハイライト当たっちゃってますね。これどうにかしたいです。で、あとは、ここ、あの、私やり忘れてたんですが、えー、っと、金額順なので、カテゴリーの判例、サブカテゴリー別の判例、えー、最後、製品別の判例かなと思います。で、この動的ゾーン表示のメリットは、こういった判例に関しても表示状態を制御できるということです。このシートをクリック、判例もクリックすると、 このようにですね、判例もどういう条件の時に表示するんですかという選択ができるので、こっちはサブカテゴリーの時です。そうすると消えますね。こっちは、えー、っと、これは、えーまあ、製品表示の時に表示しますということにしますで。これパラメータアクションでコントロールできるようになったので、この選択は不要ですね。これ消します。はい。 で、あとは、まあそうですね。あの、やり残したこととしては、まあビュー全体に必要に応じてしたりとか、えー、していますけれども、はい。こんな感じですね。はい。で、まあやっぱりこのハイライト気になりますね。ここハイライト当たってしまってるので、それを解消する方法を最後にご紹介します。これは、あの、まあ、もうドリルダウン自体は実装はできているので、まあおまけになるかなと思うんですけど、 えまここでシーンとしてですね。ま、名前は何でもいいです。ま、true、作りまして、で、複製して、えー、シーン、そして、はい、まあ,あ、コピー作りすぎました。複製ではなくて、これ編集して、で、こっちはギですね。え、二セットします。はい、false です。 で、この真とギを、それぞれ、ここに配置します。もしくは、詳細に加えます。はい。で、これも真とギを詳細に加えます。これシフトキーを押すと複数選択できるので、詳細を加えます。はい。で、そうすると何も変わってないんですが、ここでアクションをですね、追加します。ダッシュボードのアクションです。 で、これ、フィルターを使います。で、本当はフィルターしないんですけれども、これ、ダッシュボードのシート1。で、シート1をフィルターします。これ、どういうことなのかちょっとわかりづらいと思うんですが、選択項目をクリアした結果を全てを表示します。で、選択したフィールドで、えー、シンで、えー、ギです。とします。で、これは、えー、シンとギ、まあ、詳細に入れているので、全ての棒グラフにシンとギが入っています。 で、フィルターします。シーンでクリック、ソースフィールドでクリックしてターゲットをギにします。そうすると、ま、全、その、棒グラフに、このシーンとギが入っているので、フィルターされないんですね。つまり、すべてを、ま、フィルターして表示するっていうことになります。この設定をしておくと、あの、ちょっと不思議なんですが、これすべての値を表示にしてくださいね。そうすると、ハイライトされないと。 という設定に、が、を行うことができます。え、フィルターで、え、フィルター作ります。で、シート2のダッシュボードのシート2です。で、こっちはシート2をクリックします。で、同じく、え、ンで、ギです。まあ、ギでンでもどっちでもいいんですけれども。はい。で、全ての値表示選択します。はい。こんな感じですかね。はい。で、これクリックします。え、そうすると、選択。 選択、えー、選択で戻ります。ハイライト当たってないですね。はい。こんな感じです。はい。えー、少し長くなってしまいましたが、tips、えーまあ、と言いましたけれども、17分かかってしまいました。本当はもっと簡単にできるとですね、いいんですけれども、あの、まあ、タブローのその幅の広さですね、えー、というところを見ていただけたんじゃないかなと思います。 動的ゾーン表示とパラメータアクションを使うとかなりやりたいことが自由にできるようになるのでいろんなシーンで使ってみてください。解説は以上になります。ありがとうございました。